山村武博28歳、職業はプロレスラーと音楽プロデューサーをしています。コーナーのトップ飛んで相手を蹴ってで受け身した途端に首から下がもう一切動かなくなったんで、でもその時はもうあれあれみたいな感じであれ動かへんぞと思って止めてもらって救急車でもう救急搬送。1回目の怪我で第一頸椎第二頸椎の脱臼をしてしまいまして、2回目の怪我は第三頸椎第四頸椎脱臼という、1番目から4番目まで首座ってないみたいな状態ですね。拘手形ってあるじゃないですか。あれってその首を絞めて殺してるっていう、首脱臼させて殺してるんで、あ、まあまあそれとね、ほぼ一緒って考えたらよく生きてるなと自分でも思いますけど。1回目も2回目も大怪我して、病院の先生からも、生きてるの不思議なぐらいですって言われたので、なんか自分の中で生きてる意味みたいなことを考えることもちょっとありまして、で、まあ、その時に、その体を動かさなくても感動を与えられる、2回怪我したからこそ、こう伝えれるものっていうのもあるんじゃないかなっていうのも考えて、ああそういえば怪我する前にその DJ の世界だったなっていうのを思い出して、あれでめちゃくちゃ感動したなっていうのを思い出して、もしかしたらタイミング的にも DJ かもしれないっていうことから始めました。プロレスしてる夢とめちゃくちゃでかいフェスで DJ してる夢見ました。こっから長い戦い始まるんで頑張ります。飛び立った一人、口で歪んだ
約5年ぶり、プロレスラー復帰戦が、決まりました。まあ、どんな状況からでも立ち上がる、這い上がるプロレスラーの、人間の強さを見せます。12月30日は、僕の生き様を見に東京ドームシティホールに来てください。